ロシアアバンギャルド、ロシアアバンギャルド、ロシア語、ルースキー・アバンガールとは、19世紀末以来とりわけ1910年代から、ソビエト連邦誕生時を経て1930年代初頭までの、ロシア帝国、ソビエト連邦における、核芸術運動の総称である。第一次世界大戦前の初期においては、キュビスム、1907年、未来派、1909年、 1913年など、同時代のモダニズム運動との共通性が顕著であった。1909年に、ミハイル・ラリオーノフが、ダイヤのジャック、1909年から1911年、1912年に、ローバの尻尾、1912年から1913年を結成。1913年の展覧会、標的点における立体未来主義までは、 ロシアアバンギャルドを以前に分類する考え方もある。立体未来主義はと呼ばれる詩人が、個人的に創作した言語によって詩などを創作した。ベリーミールフレーブニコフ、カジミールマレービチなどがいる。第一次世界大戦中に、次第に、カジミールマレービチに代表される、シュプレマティスム、1915年が台頭、ロシア特有の芸術運動となる。 1917年のロシア革命後は表現上の革新と政治革命が相互作用。干渉戦争イコール戦時共産主義機関には純粋芸術においてのみならず、プロパガンダアートの分野、ビラ、ポスター、宣伝列車等で利用された。1918年には、が設立される。ウラジーミルタトリン等に代表されるロシア構成主義、1919年、が台頭。 1920年代にはレーニンが主張していたネップ一部市場経済化用人気においては芸術と生活そして社会主義的な産業化のトリアーでの一致を目指す様々な分野建築、プロダクトデザイン、写真、映画等でその可能性を開花させた需要の側面に関して言えば都市労働者を支持基盤とする当時のロシア共産党の実情並びに ネップ政策との関連で、モダニズムから派生したアバンギャルド芸術は、当局からも支持された。1920年には、スボマスが解雇され、ソ連の高等芸術学校ブフテマスが設立される。1923年に、ウラジーミル・マヤコフスキーが、レフ、ロシア・アバンギャルドを結成。 1929年の農業集団化に始まる一連の上からの革命を契機とした、ヨシフ・スターリンの文化革命による政治的な抑圧、ホルマリズム批判、難解さに起因する農民を中心とする一般大衆の社会的な支持の欠如、芸術運動そのものの内在的行き詰まり、等の所要員の複合により、1930年代に収束した。 平成末期のスクリアービンに続いて、ニコライ・ロスラベッツ、アルテュール・ルリエー、アレクサンドル・モソロフ、イワン・ビシネグラツキーなどが1920年代を通じて革新的な音楽号を展開した。1923年には、ロスラベッツにより、現代音楽協会が設立された。この時期は、ドミートリー・ショスタコービチでさえ、実験的な作風を試みている。 スターリン文化革命と共にロシアアバンギャルドの音楽部門は収束を余儀なくされる。ロシアアバンギャルドに含まれる芸術理念には主に次の3つがある。いずれも過去の様式を断ち切り、革命以後の新たな生活様式をデザインしようとした。運動は少々遅れて建築分野にも及び社会主義革命によって申請するユートピアの都市、建築が夢見られた。 ウラジーミル州法ーーフラの作品のほか、ウラジーミルタトリの第3インターナショナル記念塔、1920年、ベスニン兄弟の労働給電計画、1923年、エルリシツキーの空中オフィス計画、1924年等々、西欧で勃興しつつあったモダニズム建築をよりラジカルに取り入れ、意欲的な計画が続々と現れた。 コンスタンチン・メイリニコフの辞典なども、二つの円筒を抱き合わせて垂直に立て、六角形の窓をボツボツいたり、貫いた住宅で、レンガ作りなのだが、表面が真っ白なモルタルで平滑に仕上げられ、円筒の単純な幾何学的形態が際立つデザインで、彼らは玉や円筒の殻をポンと地面に置いただけのものが、建築たりウると革新し作品を残していく。 中でも先ボタン的だったのが、イワン・レオニドフのブフテマスでの卒業制作、レーニン研究所設計案で、これなどは球体、細長い角棒、縦横に走るワイヤーの直線という全体が、単純幾何学形態のみ合わせだけで構成されている。一応は、国事館や研究所、大会館場、プラネタリウムなどの複合背投げ案である。ところが、 いくつかはポツリポツリとは建設されているが、これらの建築はあまりに意欲的に過ぎて、コストや当時の技術水準を度外視したアイデアのオンバレードとなってもおり、大半が建てられずしまいとなる。さらに、束の間、花々しい展開を見せていたこれらの建築は、スターリンが独裁体制の基盤を固めた1930年代には、一転、政治的に排除の対象とされる。 建築家の場合は、演劇のメールホリドのように銃殺されたり、詩人のマヤコフスキーのように自殺等の手段ではなく、緩やかに排除がなされていく。最も有名な例が、ソビートパレスのコンペティションである。第一次五可燃計画の締めくくりとして、大会議場を連邦国家の威信をかけて、クレム人の傍らに建設計画が持ち上がった。 建築は190年から数段階にわたって行われ、当時近代建築の革命カルコルビュージエもパリから招待される。その渾身の力作はかすりもせずに落とされてしまい、結局一等に収まったのは地元、ロシア人建築家、ボリスヨファンの行業式、モニュメンタルな案で結婚式の披露宴でよく見かける円筒を海岸上に積み上げた。 デコレーションケーキを派手に大化したようなデザインで、アバンギャルドの匂いをかけらもなくしてしまっている。コンペという一見民主的な手続きを通して、アバンギャルドは無視という形で、のきなみ排除されていき、不遇のご反省を過ごさねばならなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。